はい、受験生版タイガーファンディング虎の楽屋トークです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、多分初めて細井さんが出さなかった回初めてじゃないですか。いつも出してる気が今日も最後すごく悩まれながらでしたけども、僕今日はまずは細井さんと森田さんにいろいろ聞きたいんですけども、何がどこまでやっぱり彼のが見えなかったんですかね。森田さんなんかちょっと気づいてませんでした途中。はい、まあ僕は本当にどこまで持ってるか分かんないです。2時間睡眠からもう疑ってます。僕は頭つけてきた時点でダメです、はい、その段階もう霊感って言った時点で、あ、これはちょっとあれだなって思いましたね。違うって思いましたね。途中で聞いたと思うんですけど、声が聞こえるっておっしゃったと思うんですけど、はい、その気質がいいなとは思いましたね、はい、つまりこれは妄想の域を出ない、つまりどこまでが本当のことなのか分からない、話はもう8割減あるいは9割減で聞かないといけないなっていうので全部過ごしてました。確たる数字のエビデンスが取れれば、それは確信に変わるというか、そのプラスの方向のプラテンするとは思ったんですけども、わざわざね、あんだけでかいの持ってきて、相当なもん準備してるかと思いきや、中身ぐちゃぐちゃ、もうあんなの偏差値30レベルのね、ぶっちゃけもう中身ですよ。これはちょっとその覆すには至らんかったなっていうところで、もう最初の術、その後は幻聴らへんからもうちょっと、こんだけ幅広いとこのデータ自体を疑うしかないっていう感じですね。やっぱり自分の所感があるんで、その生徒も見てる、自分も受験してる、だからそこにこのあまりに何かおかしいか、もはや名前がすげえ変わってんじゃねえかぐらいまでちょっと疑うレベルっていう感じですかね。わかりました、森田さんどうですか。僕は見てますんで、なんかですね、やっぱり記述、もしの記述の部分ですね、いわゆる自由英作とか自由とか出てくるとか0点です、全部、一切取れてないですし、ボートのスペルも書けないです、ボートも間違ってました。ただマークだって何かしら書くやつは点が取れてるんです、これは本当の学力だと全く思えないです、で虚偽をして自己受験して持ってくる子っていうのはいっぱいいます、そんな中で、他のお三方は出していただいたわけですけども、矢上さん言ったようにですね、結果が出てからの投資になるので、お二人が言ったことともしかしたら他の3人も同じようなことも思ってるのかも分かんないんだけども、結果としてでももし彼がそうやって受かれば、彼が今日言ったことが証明されることになるんでっていう前提ですね。本当に合格を勝ち取ったという、実力があればそこは彼が、彼がここに今日出てきたことと、あと今後の、そういう人生を良くしたいっていうところに僕はベットしたいなと思いました、なるほど。小林さんはどうですか。はい、僕はですね、もちろん虚偽の可能性っていうのは思いましたし、僕は専門家じゃないですけど、お先生がこういう質問してるから、ちょっとそれを自分の中でも、ちょっと割り引いて考えなきゃなと思ったんですけど、ただそのお金をもらって、なんかこうズルしようというそのスタイルじゃなくて、だったらもう投資なので、信じたいなというのと、あと僕の一個こう教育者というか受験屋さんをやってるポリシーとして、自分は絶対に想定できない生徒がいつか来るかもしれないっていうのを常に想定しながら僕は仕事してる。なるほど。なので多分2時間セミも僕なんか人間として無理じゃないかと思うし、あんな成績伸びも僕も何百人以上見てきて一人もいないんですけど、でももしかしたら彼が初めてのそういう生徒なのかもしれないと思ったので、一人で全部は出せなかったですけど、投資させていただいたなるほどですね、松原さんは、ああいう形にちょっとね投資が戻って最終決断で、暴動じゃなくなっちゃったじゃないですか、となると語枠はね、要はタイガーファンディングの、社長のような立場になるので、ああいう形になりますけどもね、どうですか、今日は。そうですね、昔の自分を見てるような感じでした。僕もなんか、偏差値39の高校通ってる時に幻聴みたいなの聞こえてましたし、なんかみんなからこう批判されて否定されて、ボコボコにされている自分を思い起こして、過去の自分とオーバーラップしてしまったので、とは思った部分は正直あったんですけど、ただ受かってからの費用ですし、彼が今後安心して受験勉強、できるのならば、今回わざわざ東大に来てくれましたし、出してあげたいなと思ってますね。国公立の発表は3月ですか、あと3ヶ月ですもんね。そうですね、ぴったり3ヶ月、だからもうすぐ結果が出る形になると思うんで、ちょっと追っかけていただいて、これは一番早く答えが出る形になるかも分かりませんので、
はい、あのちょっと注目しましょうねみんなでね。ちょっと、はい、本当に言っておきたいのはなんか、ね、嘘でもお金もらえるんじゃないかとかいろいろ視聴者も多分言ってきてそういう人が来るとかもあるかもしれないです。これ受かったらですから、はい、なのでそこで、ね、このままお金持って帰るわけではないっていうことをちゃんと言っておかないと、はい、うん、そうですね、はい、これから塾費用が入ってたらちょっと僕たちもずっと慎重になったかもしれないです、ね、なるほど。合格したら僕と細木先生で謝りにそうですね、はい、はい、あとあの僕ちょっと途中でいらんこと言ってしまったのかわかんないですが、あの彼がね英語の先生になるっていうことを言ってることについて、はい、森田さんなんかこうありますか？いや大変だと思いますけどね。まあまあ留学しても全然人が変わるとかだったら、うん、まあまあまあ、はい、まあ英語に限らずですけど、いわゆるその人前に立ってねああやって生徒に物を教えるっていうことをもう長く経験されてるじゃないですか。そういう森田さんから見て今のままの彼ではかなり厳しいですよね。そうですね、うん、まあ、そう、森田さんは、まあ、この塾でバイトって言ってましたけども、はい、塾でも相当大変か、うん、はい、まず最初雇ってもらえる、うん、そう、まずは雇ってもらえるかどうかからですもんね。医学部の面接だったら落ちてね、面接で、うんうん、要するに頭が良くてもちょっとさすがにコミュニケーション能力が欠けていると判断されちゃうんじゃないですかね、うん、はい、うん、未だにそうなのかも分かんないんですけども、とにかくがむしゃらに勉強して偏差値さえ上げて大学入ればその先の道が開けるっていうふうに思いすぎちゃってる生徒っているんですかね。やっぱり昔よりは少ないですよね。ありますね。彼はどう思ってるんでしょうねその辺は。うん、僕も昔人前で喋るのが苦手だったので、はい、はい、まあ、こんな怖い人たちに囲まれてるから、まあ、ちょっと同情する部分も正直ありましたね。はい、はい、下手な面接よりも怖いかでしょう。疑ってる人も隣にいるとは怖いですけど、お化けはお化けはないんで。すごいたくさん教科書を持ってて素晴らしいと思うんですけど、とりあえずあの左腕の数珠が気になるんですけど、はい、この数珠は一体何かの意味があるんですかね。あ、自分霊感がありまして、どういうこと。隣にお化けいますけど大丈夫ですか。なぜ優しかったですよ、殺さないで近づいてますからね。嘘さん最後は愛がありますね。今日はちょっと愛がなかったですけどね。そうですね、はい、ということでじゃ あの皆さんでちょっとね彼 の, あのこの3ヶ月を注目してみましょう、うん、はい、いろんなことがタイガーファンディングでもありますけれども、あの一つのねあの例として合格勝ち取ってほしいなと思いますけれども、うん、まあ、今日ここで細井さんの話を聞くと、ああそういう観点もあるのかなと思って非常になんかこう複雑な気持ちもしてますけれどもね、うん、よく考えたら共通テストがまずあるんで、その前に見れますね。あ、もちろんそうですね。はい、そうですね。これで結果が出る。はい、はい、すぐ1ヶ月後で、はい、ここで見れますね。ということだと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。